れでは演習問題 6.6 を解説します。で、まあ、まず2番を解説します。で、とりあえずこの行列を、まあ、A と解くことにして、まずこれを、まあ、基本変形をしていって標準形にしてみたいと思います。で、そうすると、まあ、いろんなやり方はあるんですけれども、まあ、変形の仕方はそれぞれいいと思うんですけど、例えば僕だったら、マイナス2倍とこれの、マイナス2倍を加えるってことにして、そうすると、まあ、ここが3、0、0というふうになって、でこっちの方が A、2、2、A で、これの方になって、で、これが1か、で、B、2、A、3で、これが2とマイナス4と1、4という形になって、で、まあ、ここ第4列目を、まあ、3で割って、こう1にします。ここでちょっとこことここを、まあ、入れ替えるというふうにして、で、あとは、まあ、ここを素直に引いて、まあ、2倍して引いて A 倍して引くということになると、ここは、まあ、全部0に変わります。まあ、次にが、まあ、こことここを入れ替えて、これをマイナス4で割ってみます。すると、うちのマイナス4分マイナス4分の 1C プラス1で入れ替えただけなんで、プラス5ということになります。この行の第2行目のマイナスマイナス4分の 1C プラス1倍というのを、まあ、引くことによって、ここが0になって、で、ここの数っていうのが、まあ、なんかすごい大変な数になって、あとここも大変な数になってということになって、で、こうなったら、あとこれの B-2 倍を引いて、 2-2A 倍を引いて、これが、0という形になります。で、まあ、ここの数が肝心なんですけれども、まあ、ちょっと、あ、いいと省略させてもらって、で、ここの数っていうのは、まあ、ちゃんと計算すると、次のようになります。あというのが、マイナス3分の 1BC プラス3分の 4B プラス3分の 2C マイナス3分の 1B。で、E のところが、3分の 2AB マイナス3分の 10A マイナス3分の 4B プラス3分の 14、まあ、頑張って計算するとこのような形になります。で、今回カッコ2の、問題というのは R が2、つまり、あ、消しただけよ、今回の行列のランクが、2となる条件を提示するということなんですけれども、ランクが2ということは、要するにこの回数がここで終わるということになります。それは何を意味するかというと、要するにこの「あ」と「い」、つまりこの値がどっちも0になるということを意味しますということなので、それを書くと、まあ、この3分のとかもちょっときれいに、消したりして書くと、求める答えというのは BC-4B引く 2C プラス20が0というのが一つと、もう一つが、下のこれは2分の3でありますね。 AB 引く 5A 引く 2B 足す7イコール0、という関係式、これが今回の問題の、括弧2の回答ということになります。で、続いて括弧の3番に移りますが、で、括弧の3番は、まあ、このランクが2となるような、まあ、幸運な学籍番号を求めてくださいということなんですけれども、まあ、要するにこれを満たす A と ABC を求めようという話になります。で、まあ、ちなみに僕の学籍番号が幸運な番号ではありませんでしたけれども、まあ、求めていきます。で、じゃあここからどうやって求めるか、これさすがにこれに当てはめてガンガン計算していくっていうのはなかなか大変なことだと思いますので、ちょっとこれの試験にしてもらいます。
ど、これは B 引く2 C 引く4プラス12イコール0というふうに変形できます。はい、ということは、B 引く2 C 引く4イコールマイナス12ということになります。で、今回、そもそも BC って何だったかというと、学籍番号の、まあ、各桁だったので、まあ、何も言っていませんでしたけれども、この、まあ、A も含めて A、B、C というのは全て、皮膚の整数、まあ、0かもしくは自然数という形になります。あ、もちろん1桁の数かということになります。ということで、ここでこの B 引く2、C 引く4というのは、まあ、何か整数になるわけなので、ここで、この数が何なのかというのが、これによって、まあ、候補を出すことができます。まあ、このような候補が挙げられます。で、じゃあこれをもとに、じゃあ B と C の値はこの時どうなっているかというのを考えてみます。まあ、B 引く2がこれで C 引く4がこれということは、要するに、これ2を足していったのがこれで、これ4を足していったのがこれということになるので、マイナス10となりますが、ここで、さっき言った条件、学籍番号の桁ということを思い出すと、まあ、この時点でもすでにありえないのがいくつか出てきて、まずこれがアウトで、あとこれもなんですね。で、じゃあ C についてここはどうなるかっていうのを見ていくと、これに4を足していくわけですから、10となって、ここでもやっぱりダメなのがこれとこれとこれとこれが消えます。ということで、この時点で B と C の候補としては、このようなものが得られました。だからで、そして、最後、この問題に答えを出すには、もう一個これを使うことによって、できて今度は2番より、A 引く2 B 引く5マイナス3までということになります。ということは、A 引く2 B 引く5イコール3ということになります。で、ここで B の候補としては5か6か8しかないということが分かっているので、だから B がまずこれそれぞれの時について考えています。で、B イコール5、これはどうなるかというと、B が5ということは、これが0になって、まあ、A 引く2かける0が3、まあ、そういうことは、まあ、普通は起こらないので、これは、まあ、不適切ということになります。で、次に、B が、6のとき、どうなるかというと、このときは、まあ、これが1になるので、A 引く2が、3となります。で、これから、A は5というふうに出てきます。これは何も問題なので、これは一つの答えです。で、最後に、B が8のとき。このときを考えてみると、これは、A 引く2かける、8引く5なので3。A かける2、あ、A 引く2かける3イコール3ということは、これは1となります。で、そうするとこのときは、A は3ということになります。で、これも問題文には、何も、まずいところなので、これも、答えの一つとなって、結局、このこととこのことを合わせることによって、ABC と置いていたので、5の時は B が6なんで61で、そして次に、3で、3の時は B が8なので38と、ということになり、この問題の、回答が示されました。